ジョン・ゴラムはイギリス領ニューイングランド生まれの両兵であり、1710年のポートロワイヤルの戦いが終わった後、ノバスコシアとアカディアの境界地帯に駐留したイギリス兵の中では最初の著名な人物でもある。有名なゴラムズ・レンジャーズを創設しており、その結出した軍事活動によりイギリス正規軍の隊員に任命された。イギリス軍から両兵活動を委託された。 アメリカ三大両兵の一人でもある。他にも、ジョージ・ワシントンなどがいるが、彼らは、イギリス軍の階級は得られなかった。ベンジャミン・チャーチ・ゴラム家には、アメリカの両兵の父とされる、ベンジャミン・チャーチと行動を共にした歴史があった。ゴラムの祖,祖父、ジョン・ゴラム一世は、チャーチと共に、グレート・スワンプ・ファイトでの戦闘中に戦死した。ちなみに、 メイン州とニューハンプシャートにそれぞれあるゴラムの地名は、このジョンゴラム1世にあやかっている。祖父のジョンゴラム2世も、チャーチと行動を共にし、シグネクト奇襲を含む、チャーチの4度目のアカディアへの遠征に同行した。父のジョンゴーラム3世は、1745年のルイブールの戦いに従軍し、そして、この記事のテーマであるジョンゴラム4世と弟のジョーセフは、両兵として、 アカディアでの任務に就いた。ゴラムはもともとは商人であった。1743年にメインに土地を貸しされ、1741年頃から両兵として活動していたとされる。正式に軍人として参戦したのは1744年と言われる。1710年のポートロアイアルの戦い、その後のユトレヒト条約署名にもかかわらず、イギリスはノバスコシア、 アカデアの支配に何十年も手こずっていた。ノバスコシアに到着したジョン・ゴラムと両兵隊は、イギリスの軍事と政治の支配地域を、アナポリス・ロイヤル・アントリデと、漁村、カンゾトに限定した。ジョージ王戦争が始まり、ゴラムは、イギリスの作戦を攻めの姿勢に転じた。ジョージ王戦争の真中、ゴラムと、インディアン及び、ニューイングランド人70人からなる部隊は、 アントリデ防御の任務についていた。この砦は、フランス軍とアカディア兵、ミクマク兵から多大な攻撃を受けていた。1744年のアナポリスロイヤルの戦いでは、10月4日に、ゴラムと部隊が近くのウィグワムにいた、ミクマク族の男たちと5人の女、3人の子供たちを虐殺した。 ノバスコシア総督のポール・マスカレンは、ニューイングランドの両兵隊の戦術は、正規連隊のやり方よりも、教会地帯では頼りになると述べている。10月のまた別の日、ゴラムは3人のインディアンの逃避と、生きたインディアンの赤ん坊を連れて戻った。1746年の2月、マサチューセッツ総督のウィリアム・シャーリーはこう書いている。 アナポリスロイヤルのゴラム中佐と彼の両兵部隊の素晴らしい軍事行動は彼らのような部隊がいかに有益であるかを知らしめることになったマリシート族やミクマク族は1744年のアナポリスロイヤルの戦いの間ゴラムがミクマクの家族を殺したことへの報復を狙っていた1745年の戦いの間ミクマク族やマリシート族はイギリス兵 ウィリアム・ポートやゴラムの部隊の模倣家兵を捕虜とした。ゴラム自身は父親トルイブールでの戦闘に参加していたため、アナポリス・ロイヤルにはいなかった。ポートはセント・ジョン川沿いのオークパク村に連れて行かれた。ノバスコシアからミクマク族がその村にやってきて、ゴラムに家族を殺された報復として、百四十五年七月六日、ポートとジェイコブという名の模倣家兵を拷問にかけた。 その数日後の7月10日、ポートはミクマク族がメディテュークトゥクのインディアン集落で他のモホーク兵にも拷問を行っているのを目撃した。アナポリスロイヤルの砲台1745年のルイブールの戦いで、ゴラムは父と共に戦った。父ジョン・ゴラム3世はこの時に戦死した。ゴラムはノバスコシア防御の任務を受けた。1748年、彼は 自分自身の両兵部隊を指揮することになった。士官に多くのワンパノアグ族を抱える、この部隊はノバスコシアに駐屯した。1748年に一ぱは、ゴラムの部隊はアナポリスロイヤルにイギリス正規兵と駐屯していた。砦の外にゴラムの部隊用の兵舎があった。ゴラムはアナポリスロイヤルに援軍を送るため、マサチューセッツから、 アンソンとオーレンの二隻のスクーナー船を派遣していた。この年の10月、英仏双方が所有権を主張していたセントジョン川流域のフランス系入植者を降伏させるよう、マスカレンからの命令を受け、ゴラムはこの戦いで反撃を受けつつも、アベナ貴族を包囲した。ゴラムはミナスでフランスの抵抗勢力を排除し、10月19日にセントジョン川を上り、 アカディア人が自分たちの領土であると主張する。この土地で、ゴラムはフランスの勢力を駆逐した。この戦闘では、ゴラムはマサチューセッツからの支援を受けていた。エドワード・コーンウォリス1749年7月14日、新総督のエドワード・コーンウォリスが到着して間もない頃、ゴラムはノバスコシアの評議会の議員となった。 1749年のルルートル神父戦争では、現在のベッドフォードにサックビルトリデを建て、シグネクトの戦いにも参戦した。ウィリアム王戦争が勃発した1689年以来、ニューイングランドとアカディアのアベナ貴族の戦闘で敵の逃避を剥ぐのは当たり前の習慣になっていた。アカディアやノバスコシアでは、イギリス軍とミクマク軍が境界地帯で交戦する際、 あるいは全面戦争では、双方が何度も続けざまに相手方の家族を殺した。イギリス軍がミクマク族の逃避に報酬を与える一方で、ヌーベルフランスもイギリス兵の逃避に報酬を与えた。英仏両軍はインディアン兵のように辺境の戦いには慣れていなかったため、イギリス軍士官であるコーンウォリスやジェフリー・アマースとは、両兵部隊やミクマク族の森林地帯での戦術に、 驚きを隠せなかった。ダニエル・ n ポールの尽力により、歴史的な文脈ではほとんど語られなかった、ゴラムの教会地帯での戦法と、ミクマク属指導者のイギリス軍相手の戦闘での戦い方には、21世紀の今日でも多くの注目が集まっている。その後、1751年、その年の12月に、彼は天然痘で死亡した。ありがとうございます。